流タイプだからプルも履いておいてよかった。よかねえだろ。あ、こりゃあっと驚く。ゴロゴロ。手を組んでやがったのか。エンナ君は赤ちゃんになってたから覚えてないと思うけど、どうやら猫むや百手とも。クソ、するってど妖怪たちの黒幕は。やっぱりあいつ大変や大変や。パパイル、なんだその格好。バイキングにでも行ってきたようじゃの。チャイマンガな妖怪伝がな妖怪伝がな妖怪伝がな、ゴロゴロ現象伝がな。大丈夫ハルミちゃん。あれ、あれ、これは夢です。2本3本4倍慌てもことでしょう。なんだか新鮮な気分。カパイルに座ったら俺たちもゴロゴロ。じゃあじゃあ。こすったな。よよ、これはどうしたことでしょう。なんだか新鮮な気分。アポロ13。いい日旅立ちじゃ。お昼のニュース、コルトシャーミンです。ただいま、ゴロゴロ前線が急速に日本列島を北上しており、日本中が大パニックに陥っています。こいつもこいつもゴロゴロって、面白いな。おそらくこれは妖怪ふくらし子の仕業じゃ。撃ちされたら大変、ゾクゾクしちゃう。早くなんとかしなくちゃ。あれは？アルミちゃん？あの転校生が怪しい。それはさっきカパイルから聞いたぜ。みんなをゴロゴロにするなんてひどいわね。そやつが妖怪ふくらし子のようじゃの。そこまでわかってるなら早くなんとかしてよ。うっせえな、それ以上近寄るんじゃねえ。そんなこと言ったって、あっち行け。ブリッジだ。花もぐが目的なんだ。ふくらし子のやつ、あやつはスマートな人間が大嫌いだから、抱きついてゴロゴロにするのじゃと妖怪博士は言ってあった。早く見つけ出さないと。で、どうやって。スマートな人間をおとりにするしかあるまい。スマートな人間。ハルミはもう使い道ねえな。カパエルもダメか。俺がおとりになったら戦えねえし。わしゃスマートだけど帽子だし。おおお、みんな幸せ。ロード&ピース。あっちの世界にさよおなら。わしも。あやっぱこりゃん。ふぅ、あーりもゆきちゃんまで。パリ、ロンドン、モスクワ、今やゴロゴロ現象は全世界に拡大しています。
し、夜のお菓子。まさかだな、おめえは。ひどいよ。私だって好きでくっついてるんじゃないんだから。うまく止めねえんだよ。ユキコ姫、ブレーキじゃ。吹雪を起こしてブレーキをかけるんじゃ。そっか。こちらアポロ、こちらアポロ。雪子姫は現在大陸に向かって移動中。エンマ君たちもその後に続いております。いかんぞエンマ君。わしらはどん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 気温の高い地域へ向かっておる。このままじゃと雪女族の雪子姫にとっては命取りになるじゃじゃ。エンマ君たちはなおも大陸から大陸へと地球を横断しております。ヤクマバイバイ。ヤクちゃん、マンゴー。体がとろけちゃいそう。殺せろユキちゃん。自分を殺せるんだ。わかった、やってみる。マンゴー、ユキコ用術ポーリンク。さっこいさっこい。ユキコ姫、北北西へと進路を変え移動中。エンマ君たちも追跡を続けております。ヤゴリユキちゃん、アイス。涼しくって気持ちいい。これでしばらく安心じゃ。安心じゃねえよ。早く止めねえとこっちが凍えちいちまうぜ。あれ、なんだろう。温泉じゃじゃ。ラッキー、助かったぜ。アイラブユーラブバスタイム。いやー、温泉地だぜ。アイマイニーユーユーユーヒーハーハー。メラ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 。大雪山おろし、もとい火山の噴火じゃじゃ。いかん、このままじゃとユキコ姫はあの火口の中へ。そうなったらひとたまりもないじゃじゃ。そうはさせるかっつうの。何すんのよエノ君のバカ。おい、止まらねえ。むしろ押し進めてるんじゃない。みんなことねえ。さあ、まずまず役者の迷うのナンバーフリー。やべえ、やっぱダメか。このイケズ憎みきれないろくでなし。あれのとおりだ。冷たくて気持ちよくない。もっと熱い、すごく熱い。じゃじゃうまめ。ぐるぐるしておられんじゃつ。分かってる。ゆきさん、今すぐ止めてよからな。ふんばるんじゃじゃ。どうにも止まらない。雪の上を滑ってるせい。いや、お前
重い、重すぎる。もしかして私が見ついてる全員。もう何よ円楽、頼りにならないんだから。大体こうなったのも円楽のせいなんだから。バカバカ、円楽のバカチン。バカチン、そうよ、バカドジカメ。そうだよ、どうせあらドジだ、カメだ、ユキコバカ一枚だ。え、俺は熱いだけが取り柄のバカ男だよ。この熱い俺だから、いつも涼しい風のようなユキちゃんが必要なんだ。俺とユキちゃんは、俺とユキちゃんは太陽と北風さ。イソップ童話、北風よりも太陽の方が服脱がすの得意っていう、あの円楽。あれ、俺がユキちゃんを思う気持ちだけは誰にも負けねえ。この絆だけは絶対だ。だからユキちゃん、俺を信じろ。俺に命を預けてくれ。円楽、分かった、私信じる。ユキちゃん、ありがとう。すみません、お邪魔虫です。合わなかったようじゃの。ダメだこれ、やっぱりもう死んでない。あらまっちゃん、大佐の中大。円馬くんたちは成層圏まで打ち上げられた模様です。一時は全世界にパニックを引き起こしたゴロゴロ現象ですが、今や紛争地域は停戦状態。激しくぶつかり合っていたスポーツも穏やかな光景に様変わり、誰しも心と体の角が取れて丸くなり、世界は愛と平和に満ち溢れているようです。みんなみんな、ゴロゴロ、これこそおいどんの理想の世界でごわす。